回は大阪谷町6丁目にある中華そば上町さんをご紹介。お店までの道のり紹介していきますね。まず谷町6丁目駅からこちらずっとまっすぐ行っていただきますね。こちら実はね、ニューマサトミさんというねお店をご紹介した時もこの、実は同じ道のりなんですね。はい。そして今後出す予定のあちらに純華楼という中華料理屋さんね、今見えました。でそのちょっと後ろの方にニューマサトミさんございます。はい、皆さん一度 YouTube チェックしてみてください。はい、そしてこの交差点をね、斜めに渡っていただいて、こちらずーっとまっすぐ行っていただいたら、はい、中華そば上町さん着きました。さあさあメニュー見ていこうね。こちらが中華そば上町さんの全メニューなんですけどもね、本当に中華そばで勝負してるお店なんですよね。まあそれぐらい本当に美味しいんですけど、今回はねその中華そばのつけ麺バージョン、これがまたうまいんよね。もちろん大盛りで注文させていただきます。いただきます。僕がイヤホンしてることは、皆さん見逃してください。はい、そしたらこちらのまずねこのツルツルシコシコのこの麺ね、これがもううまいよ。うまい。なんでこんなスルスルいけてまうねここの麺。このつけ汁もねちょっとピリ辛なんですよ。ピリ辛醤油、これがまた麺をそそるんよ。いやこの麺のちょっと小麦ですか、麺の打ち方なんですか、なんかわかんないですけど、なんでこんなにうまいの。いや光り輝いてんのよね、もうあの麺置いてある時点でね。ほんでこのうまい漬け汁につけてく、最高やないっすか。もうこれはひぐっちょぶです。これ心の中でしっかりひぐっちょぶしてますからね。いやほんまにうまいわこれ。ほんでこのチャーシューね、豚バラですかねこれは。これがまたうまいんよ。いやうまっ。あかんあかん、これちょっと大盛りじゃ足らへんかもしれへん。いっぺんつけ汁の中の様子見てもらいましょう。こちらチャーシューね。どうです皆さん。ほんでこの麺と一緒に絡めた時ね、うふふふわ飯テロ。いやほんまにここのつけ麺うまいわ。いや皆さんね、つけ麺といえば魚介豚骨のイメージとかありますでしょ。だからちょっと濃いめのね味付けの方がいいんじゃないかという思われがちですけども、この醤油もねありですよ本当に。いや魚介豚骨ほどのドロドロさとかないですけどね、ちゃんとその醤油に合ったやっぱ麺の作り方もされてますし、ほんまにもうスルスルいける、これがもう全てですね。もう食べやすい、本当に女性の方もきっと好きやと思います。はい、いやもうおすすめです。つけ麺ベスト3に入るかもしれません僕の中で。はい、それぐらいやっぱね中華そばのみでやっぱ勝負されてるお店なので本当におすすめです。はい、じゃあちょっと食べていきまーす。
うますぎても漬け汁も飲んでもうたわ。いや皆さん本当にここのつけ麺おすすめなのでぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。ちゃんめしとうめし、めし評価、よめしくおめしがいめしめし、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。